はい、突然ね、録画が止まってしまいました。大事なことをさっき言ってたんですけどもね、これは話すなってことなんでしょうね、きっとね。はい、じゃあカルドネーダの価格の限界値について、まあ1エーダ1万円はマーケットのサイズとしてはいかないよってことをお話しました。ただこのカルドネーダね、1万円を超える可能性もあるんですよ。それはカルドネーダのまさに理念に合致するとこです。今現在お金を扱ってない人って30億人ぐらいいると言われてるんですよ、ね、信じられないでしょ。私たちはだってお金を毎日使って暮らしてますからね。金使わずにどうやって暮らすんだよって思われるかもしれませんけども、例えばね、落ちてるものを拾って食べるとかね、ゴミを拾ってそれを自分の生活費にしてるとか、自分の財布や身分証明書がない方ですよ。チャールズ・ホスキンソンさんが言われてました、トーク番組でね。私はこのカルドネーダのプロジェクトを通じて、自分のお財布もないし自分の身分証明もできない30億人の人にそういったものを与えていきたいんだと言われてました。じゃあね、お金を使ってこなかった30億人の人が財布を持ち、自分の財産を蓄え、そして自分の身分証明書を得てですね、それによって世界観を広げていくとどうなるかっていうと、単純に今お金を使ってる人とお金を使ってない人がいるとして、使えない人がいるとして、お金を使うそのマーケットが倍以上にボンと広がるってことなんですよ。そうなると3700兆円と言われているこの経済がね、単純に倍ではないにしても、もしかしたら4000兆円とか5000兆円に伸びる可能性は十分ありますよね。そうなってきた時に1万円のマーケットサイズを担保できなかったカルドネーダに1万円以上の可能性が生まれてくるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、このあたりのね、計算っていうのはむちゃくちゃ困難で難しいんで、紹介できるほどに私の頭もね整理されていませんけども、もうちょっと先になるでしょうね。少なくとも量子コンピューターが私たちの手にもたらされた時にこの1万円を超えるとしか言いようがありませんということなんで、2025年ですか、来年は2024年なんで、そこをワンクッション置くとして、あとね、1年2年でカルドネーダがどのぐらいになるかっていうと、1ドルになるかどうかっていう問題は、これは ありえますね。一時期のようにね、各国が財政出動してお金がジャブジャブ余って、それが暗号通貨に集中して突発的に300円を超えた時期がありましたけども、いや現実ね、150円を超えるかどうかっていう風なところが、まあ限界値かなと、いわゆる半値戻しってやつですよね。そのぐらいなんじゃないかなっていう風に私のよく当たる勘が支えております。もちろんこの勘にはちゃんと計算式もあるんですけども、ここで紹介できるほどね、先ほどお話したように私の頭が整理されておりません。そして2030年ですけども、この頃になってやっとじゃないですか、2ドルとか3ドルあたりに達するのが、まあ一時期のね、1エーダ300円を超えることはありますけども、その頃は世界の GDP もね、かなり大きくなってますから、その膨張に合わせて大きくなるっていうことですんで、そんなに難しい話じゃないかなと思います。当然その頃にはビットコインっていうのは2000万とかね、2500万あたりにはなってるでしょうね。はい、ということでかなり雑ですけども、私の考えをまとめさせていただきました。当たるかどうかはあと1年か2年ぐらいしたらね、ちょっとだけわかるんじゃないかなと思います。それでは。